モンゴロイド、モンゴロイドとは人類学組織の形態人類学における人種分類概念の一つである。日本では一般に黄色人種、猛虎人種とも訳される。18世紀にドイツ人の人類学者ブルーメンバッハによって分類された五大人種に基づく。便宜的、汎用的、政治的に様々な場面で用いられる。1775年に ドイツ人の人類学者ブルーメンバッハによって、分類された豪大人種、高カシア、白人種、モンゴリカ、黄色人種、エチオピカ、黒人種、アメリカが赤色人種、マライカ、茶色人種に基づいて使用されるようになった用語である。数世紀前の古い分類であり、最新の科学的な根拠に基づいていない分類である。ことに留意する必要がある。 モンゴロイドは東アジア、北アジア及びチベット高原を含む東南アジアを中心に中央アジア、南北アメリカ大陸、太平洋諸島及びアフリカ近辺のマダガスカル島に分布する。講義ではオーストラロイドを含め、競議ではポリネシア人やアメリカ先住民を含めない用法も、 黄色人種の名はヨーロッパ人と比較した蔡のモンゴロイドの肌の色に由来するが、実際のモンゴロイドの肌の色は単行白色から褐色までかなりの幅がある。東アジア、北アジアでは紅白色、東南アジアでは高褐色の傾向がある。東南アジア島諸部や中南米、太平洋諸島など低緯度地域ではかなり濃い肌色のものもいるが、 ネグロイドやオーストラロイドのような極端に黒い肌は見られない。近年の人類集団を分類する学説では、各人種の原初の居住地を分類名称とすることが多くなっており、その場合、東アジア並びに東南アジアに居住するモンゴロイドを東、ユーラシア人とし、アメリカ大陸で分化したモンゴロイドを南北アメリカ人とする。また、オーストラロイドとされた、 サフール人を含めた旧来の抗義のモンゴロイドをすべて網羅する定義としては関太平洋人とする説がある。アジアに住む人々はアジア系民族と呼ぶのが一般的であるがアジア人にはコーカソイドに属するインドアーリア人やオーストラロイドに属する南インドのドラビダ人も含む。近年の DNA 分析によればモンゴロイドはアフリカから アラビア半島を経由したでアフリカ集団のうち、イラン付近からアルタイ山脈周辺へ北ルートで移住した人々が、周囲の自然環境により他の人種との交流を立たれ、その結果独自の遺伝的変異及び環境適応を経た結果誕生した人種であるとされる。その現初の居住地は、ヒマラヤ山脈及びアラカン山脈よりも東及び北側である。 従来説は次の通り。ただし、DNA 分析の結果などから現在は、否定されている。20万から15万年前、アフリカ大陸において、原生人類、ホモ・サピエンスが、出現、人類のアフリカ単独起源説した。その後6から7万年前には、アフリカ大陸の対岸に位置するアラビア半島、イラン付近に進出し、でアフリカ、ここを起点に、 北ルート、南ルート、西ルートの3方面に拡散した。南ルートを取った集団は、その後5万年前にサフル大陸、現在のオセアニア地域に進出、オーストラロイドの前身となる。西ルートを取った集団は、3から4万年前にヨーロッパへ進出し、コーカソイドの前身となる。北ルートを取った集団は、約5万年前にアルタイ山無付近を経由して、 東アジア方面に進出し、モンゴロイドの前身となった。東アジア方面に進出した人々は、天然の要害であるヒマラヤ山脈、アラカン山脈が障害となり、中東、インドは大陸の人々との交流を断たれ、独自の遺伝的変異、環境適応を成し遂げることとな。こうして、モンゴロイドが形成された。モンゴロイドは、その後、 一万四千から一万二千年前に、ベーリング地境、後のベーリング海峡を渡り、アメリカ大陸に進出。また三千から二千年前には、太平洋の島々にも移住した。寒冷適応を経る前の形質を残すモンゴロイドを、形質人類学では、コモンゴロイドと区分した。日本列島に到達した縄文人は、コモンゴロイドとされる。 コモンゴロイドは低めの身長、両目視できる視野が広い等の特徴を持つと考えられた。他の堀の深い顔、二重まぶた、体毛が多いこと、湿った耳垢、波状の頭髪等の特徴はシンモンゴロイド以外の多くの人種と共通する。東ユーラシア北部の寒冷地域で独自の寒冷適応を遂げた集団がかつての形質人類学で、 モンゴロイドとされた人々である。日本列島に到達したモンゴロイドがトライ系ヤヨイ人で、日本列島全体においてはトライ系ヤヨイ人と縄文系ヤヨイ人の遺伝子が混ざりその後の日本人が形成されたとする説がある。遺伝子分析の結果、縄文人の遺伝子は日本人の中でもアイヌに強く受け継がれており、本土日本人には アイヌと比べて、その影響が少ないものの、日本列島人、アイヌ人、琉球人、本土人は皆縄文人の血を受け継いでいるため、現在の東アジア大陸部の主要な集団とは、異なる遺伝的構成であるという結果が出ている。新モンゴロイドは、寒冷地域に適合した体質として、比較的体格が大きく、凹凸の少ない顔立ち、モコヒだ、モコイララダ、目頭のヒだ。 体毛が少ないこと、特に男性のヒゲの少なさなどの特徴を追っている。さらに、耳垢が湿った飴状ではなく乾燥した粉状となり、耳垢の特徴と同じ遺伝子による脇がの原因となるアポクリン感染が少なく、頭髪が直毛であること、頭形は前後に短く、横に広い担当が一般的で脳容石が大きいといった特徴がある。新生児に、 モーコハンが見られるのも特徴である。南北アメリカ大陸では、モンゴロイドの定着以前に、人類は全く存在していなかったとの説が、有力である。モンゴロイドの一部は、フィリピン軍島を経て、東南アジアから、太平洋に漕ぎ出し、イースター島やニュージーランドにまで到達している。今日のポリネシア人、ミクロネシア人、さらに一部のモンゴロイドは、古代に、 稲作文化を携えて、アフリカのメダガスカル東部地域にも居住地域を拡大したとされる。途中のインド洋島諸部の多くは無人島で、かつアフリカ東部や中近東の陸地図体には彼らによる移動の痕跡が見られないため、反対方向に向かったラピタ人やポリネシア人と同じく相当高度な航海技術によって海上ルートを進んだと思われる。 ユーラシア大陸のモンゴロイドは当初はヒマラヤ山脈伊東の太平洋沿岸及びその周辺を居住地域としていた。特にモンゴル高原を中心とする中央アジアの乾燥帯に居住した遊牧民たちは生まれ柄の騎兵であり古代から中世の世界においては強大な軍事力を誇った。彼らはこの軍事力を武器に古代は コーカソイドの居住地域であった中央アジア祭域に進出、その後、一時的にヨーロッパ北東部及び中東、南アジア、インドア大陸にも進出した。特に、モンゴル帝国は、ユーラシア大陸の東西に及ぶ巨大な勢力圏を築くに至った。ユーラシア大陸東部のモンゴロイドは、寒冷適用の程度の軽重によって、大きくフルモンゴロイド、新モンゴロイドに区分されたが、 遺伝的に見ると他の集団間の際に比べて大きな隔たりは存在しな。モンゴル地域、中国東北部、朝鮮半島には新モンゴロイドが比重として圧倒的に多いのに対し大陸南部や東諸部へ行くほど旧モンゴロイドの比重が高まっているとされる。現在の人類学では形質研究よりも遺伝子研究が重視されている。遺伝子的には 南方系モンゴロイドと北方系モンゴロイドと区分する場合もある。遺伝的な禁煙関係から人類集団を分類する近年の学説では、戦術の通りアジアに居住を続けて、後に一部が太平洋諸島、マダガスカル島に移住した東、ユーラシア人と南北アメリカ大陸で分化した南北アメリカ人に、旧来の競技のモンゴロイドが2分されるとする。 区分モンゴロイドは、で、アフリカ後に、イラン付近から、アルタイ産無薬付近に至り東アジアに拡散した、北ルートを取った集団である。モンゴロイド人種を特徴づける Y 染色体、ハプログループとして、C2DNOQ が挙げられる。近年の DNA 分析では、モンゴロイドとその他人種との根血度を検証する手段として、 二つあるアセートアルデヒド脱水素酵素のうち、アルド2の突然変異、ゲコ遺伝子をマーカー遺伝子とす方法が知られる。ゲコ遺伝子とは、アルド2の487番目、N マッタンのシグナルペプチド17残機を考慮した、場合は504番目に当たるのはミノ酸を決めるコドンが、ガーからトリプル a に変化したものである。A アデニン、G はグアニン。この遺伝子は2万年ほど前に突然変異によって、 生じたとされ、特に新モンゴロイドに特有であり、この遺伝子を持つということは、新モンゴロイドであるか、かつて根血が起こったことの証明となる。篠田健一によれば、その後のデータの蓄積からある度に変異型遺伝子の発生は中国南部付近で、中国南部と北部で好まれる酒の違いにも反映されている。全く酒が飲めない下戸の人々、すなわち、 ゲコ遺伝子を二つ持つのは、モンゴロイドに類される人々のうちの5%以下出る。ゲコ遺伝子、正しくは、アルド2の遺伝子の持ち主は、AA と AG であり、遺伝子頻度について、ハーディ・ワインベルクの法則が成立する場合、AA が5%なら、AG は2 5 35%、AA と AG で約40%になる。AG は AA より C が、GG より弱く、 ゲコではないが主語でもなく、モンゴロイド以外と比較すれば、酒に弱い。筑波大学の原田勝次による研究は、日本において、九州と東北で、ゲコ遺伝子が少ないという結果を出している。酒に弱いタイプは、モンゴロイドのうちの、約45%であるので、蒸気ハーディーワインベルクの法則は成立しない。詳細は、ハーディーワインベルクの法則参照。 モンゴロイド以外コーカソイド、白人等の人々は、ほとんどが、酒に強いタイプであり、モンゴロイドとの根血の子孫が想定される、地域住民で、そうでないタイプが見つかることもある。内臓脂肪を溜め込む倹薬遺伝子を他人種より2から4倍高頻度に、有しており、肥満症から糖尿病になりやすいとされる。北方系新モンゴロイド、北アジア、東アジア、 中央アジア系ンモンゴロイド、中央アジア、東アジア。エスキモ、ー、コシベリア諸語系ンモンゴロイド、北東アジア、北米の北極圏。ンモンゴロイドと北方系コモンゴロイドの双方の特徴を持つ日本列島。北方系コモンゴロイド、日本列島。ンモンゴロイドとコモンゴロイドの双方の特徴を持つ東アジア南方系コモンゴロイド。 東南アジア、いくつかの民族は、オーストラロイドと根血している。南方系コモンゴロイド、オーストラロイドと根血している。北方系コモンゴロイドに分類される。詳細は、インディアンインディオを参照。ナワトル語は、アステカ帝国の、マヤ語は、マヤ文明の、ケチュア語は、インカ帝国の公用語の流れを組む言語であると考えられている。 ゲパノカリブ語族に属するブラジルのトゥピゴア現在でも多くの話者が存在しており、ブラジルの文化的ルーツの一つとして考えられている。パラグアイなどの隣接するスペイン語地域ではグアラニー語と呼ばれており、これらは方言の違いであると考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。